原点にして頂点のストレートロングヘア、セミロングの圧倒的な美少女感、ボブの女の子はモテ可愛い、加工してても可愛いけりゃよし、加工までが顔、資源、これで保健室の先生なんや、やばすぎ。ショートヘアで可愛い女の子は天使、パッツン前髪の可愛さは異常、姫カットの可愛さは時代を超える、前髪なしロングヘアの圧倒的な美しさ、ツインテールは萌えの最高峰なんだ、ハーフツインのあざと可愛さはナンバーワン、温泉アップヘアの色気と可愛さの絶妙なバランス温泉、茶髪ギャルの可愛さは永遠満次、日本の赤髪の伝統的な美しさ、キャバクラ嬢の夜の超スタイル、坊主の美人は本物の美人、派手髪美少女の魅力、いい画像なかったけど長めの内巻きボブが至高や、女が羨ましい、男の髪型はつまらない。ハゲおじさんと呼ばれていた男が逮捕されました。ハグおじさんですよ。ブラボー。電子はもう